田田村村子子さん日本共産党の田村子ですマイナンバーカード普及のために、昨年、自民党は健康保険証発行義務の緩和と、将来的な健康保険証の廃止を提言しています。さらに、経済財政諮問会議で民間議員が、来年度中にほぼ全国民にマイナンバーカードを配布するとの目標をぜひとも実現すべき。そのため 健康保険証、運転免許証との一体化を早急に進めるべき、各企業の憲法組合において、単独の健康保険証交付を取りやめ、完全な一体化を実現すべきとまで提言しています。菅総理も経済財政諮問会議で、こうした一体化を進めることを明言していますし、3月31日の衆議院内閣委員会では、健康保険証については、厚労省を私、説得して、 ここをマイナンバーカーカドでできるようにしたと答弁もされていますデジタル社会の基盤整備と位置づけられているマイナンバーカード普及のため、健康保険証の廃止を目指すというのが、菅総理の目指している方向なんでしょうか菅内閣総理大臣。マイナンバーカードの健康保険証利用の目的は、診療時の確実な本人確認と、 保保険険資格確認を可能とし医療保険事務のののののの効率化や患者の利便性の向上のためのものでありますマイナンバーカードの健康保険証利用のための医療機関等での環境整備について、2023年の3月までに、おおむねすべての医療機関での導入を目指す、政府としての目標を実現すべき、全力で取り組みを進めていきたいと思います。 健康,の健康保険証の在り方については、今後のこうした環境整備の状況を踏まえながら、まあ、検討していく、こういうことになると思います。田村智子さん。そのマインナンバーカードの健康保険証としての使用、本人確認というのは、これ、顔認証が原則なんですよね、顔認証。 厚労省の国民向け資料を見ますと、暗証番号の使用っていうことは隅の方に小さく書かれていて、顔認証で自動化された受付ということが大きく目立つように書かれているんです。これが利便性向上策だというふうにされているわけですね。しかし、午前の審議でも取り上げたんですけれども、顔認証については、米国では AI による誤認証などの問題点が指摘され、法規制のうねりが起きています。 EU でも AI 規制案の具体の議論が始ままっています総理は、誤認識という問題も含めて、AI による顔認証にはさまざまな問題が解決されていない、世界的にもさまざまな議論がされている、このことはご承知でしょうか諏訪内閣総理大臣。顔認証付きのカードリーダーについては、 患者の方がマイ,マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合に、医療機関等の窓口で確実な本人確認や資格確認を効率的にかつ簡便に行うために整備をするものであります。ご指摘のようなさまざまな議論があることは承知しております。そうしたものを踏まえて、認証の制度やセキュリティ対策、保守体制に関する一定の基準を満たしている、 こうしたことを求めるところであり、引き続いて適切な実施に向けて、さまざまな点に留意しながら、対応していきたいと思います田村智子さん、さまざまな問題が起きていることは認識をされていると、それでもね、こんなふうに急いで、マイナンバーカードと健康保険証を一体化させて、顔認証、自動受付、これをやらなければならないほどの問題が、今、何か起きているんでしょうか。 私ねそれね、全く理解できないんですよこう。医療保険証の本人確認っていうのは、この人が医療保険の給付の資格があるかどうかっていうことであってね、それは医療を受けるという人間の生命に関わる権利に関わることな事柄なんですよ。それをね、AI に,に顔認証で判断させる、これあの、例えば EU の AI 規制案であればね、 こうした本人の生命に関わるような重大事項を AI に委ねるということについては、高リスクと判断されるでしょう。高い規制の対象になるような事柄だというふうに思うんですね。で、あのこれ、もし誤認症ということが起きればあの、暗証番号を打ち込むんだということなんですけど、例えば認知症の高齢者が果たしてそれを打ち込むことができるのか。 で機械が誤認証だという、3回打ち間違える、そしたらもうシステムストップですよ。医療が受けられなくても、いや、あなたも確認することができませんと言って、医療が受けられないっていうこともありうるわけですよね。そうするとあのこれは国民が医療給付から排除される可能性がある、あるいはね、私はそこまで顔認証というのが国民的な合意があるとはとても思えません。やはり 極めてセンシティブな生態、私の情報であって、もうあの取り替えのないマイナンバーという番号だったらね、まだ何かあの使われ方に問題があったら、番号そのものを取り替えるってことはあるんだけれども、顔は取り替えられないですから、そうするとね、こういうことをさまざまな本人確認の公的なやり方として、もう普及しちゃうんだと、全国民的に行うんだと。 こういう国民的な合意が果たしてあるんでしょうか、それが嫌だっていう国民は、そうすると今度、排除されていく、そういうことにもつながっていくんじゃないかと思いますが、いかがですか菅内閣総理大臣今後のこの健康保険証のあり方については、マイナンバーカードの普及状況や、医療機関での環境整備の状況などを踏まえて、検討することにしております。 ただ、いずれにしろ、医療を必要とされる方が必要な医療を受けられなくなることがないように、患者の利便性に十分考慮して行うということは当然のことだというふうに思います田村智子さん。普及する側の、ね、経済財政諮問会議の民間議員見てみれば、もうだって憲法組合などは、紙の健康保険証の交付やめろということまで言ってるわけですからね、これ非常に重大な問題なんです。 でマイナンバーカードは交付の時から顔認証です、えー。総務省は全自治体で交付の際の本人確認に先立って、顔認証することを求めています。2015年9月29日、総務省自治行政局が取りまとめた Q&A にはね、問い17、申請者が顔認証システムの活用を拒んだ場合にどうするのか、えー、答え。 日常的に多くの場面で本人確認書類として活用される個人番号カードに添付される顔写真については、申請者との同一性を容易に識別できる適切なものとすることが重要であることを説明し、理解を求める。それでも理解されない場合には、交付しないこととする。顔認証を拒否すれば、マイナンバーカードは交付されないんですよ。行政による顔認証システム。 だから医療だけじゃありません、行政全般について、顔認証を原則とする、先ほども言いましたけど、私はここに国民的な合意があるとは思いません。デジタル化が進むことによって、プライバシー侵害に危惧を覚える人は少なくありません。そのことが一つの理由となって、マイナンバーカードは私は普及が非常に遅れてきた、一つの要因だと思います。そのことをね、まともに見ないで、で、一体か一体か。 とにかく使わせるように、使わせるようにすると、そしてあの顔認証が嫌なら、やっぱり排除されていく、さまざまな公的手続きから排除されていく、まあね、こういうルートが今、敷かれようとしていると言わざるを得ないんですよ。いかがですか、顔認証そのものに、そこまでの国民的な合意があると、総理はお思いですか平井国務大臣。 あのまず、間違いない本人確認というのは、健康保険証の場合、やっぱり必要だと思うんです。それとあの、今回、マイナンバーカードはその申請してそれを作るということは、これ、任意ですからね、本人の,あの意思によって作るということだと考えています。まあ、そしてマイイイナンンンンバーカーカドはそのオオララ以外オフラインでも要するに 日本で最高位の身分証明書として使えるんですですから国民はそれぞれの自分の場面に応じて自分の自由意志でそういうことを選択できるというふうになっていると私は考えております田村智子さんそれはねあの二枚舌の言い方なんですよだって大量に普及させてそれが原則にならなかったら費用対効果としても成り立たないですもの私はそういう意味でも監視社会というね声が市民の中に起きていることは これはやっぱりね、しっかり受け止めるべきだ、このことを指摘して質問といたします以上で、内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。内閣総理大臣はご退席いただいて結構でございます。酒井さん頼ん頼でこないちょっとトイレ来て 引き続き質疑を行います質疑のある方は順次ご発言をお願いします<上>杉尾秀明君